えー、皆さんに注意喚起をしようと思って、えー、この映像を撮っております。Facebook とかもいろんなところでもうインスタグラムとか、まあ、折江門さんのなんか株のなんか有料メールからを 教えますとか、仮想通貨を買いなさいとか、僕の名前を語って、お金集めをしようとしている詐欺師がですね、出してる広告、えー、これにですね、騙されて LINE グループに入って、なんかお金を騙し取られそうになっているみたいな、これは本物ですかとかっていうのを僕にいちいち聞いてくるバカがいるんですけど、マジでやめてほしい。それぐらい自分で判断しろと。だいたい知りもしないお前のために、わざわざ、なんで俺がそれに応答しなきゃいけないんだと、応答したくないですよ、気持ち悪いから。 そういったものには全く僕は反応しないので自分で判断してください原因のサプリとかですねそういった案件広告ですね えー、そういったものには、あの、たまに出てますんで、詐欺的な高額商材、何十万とか何百万もするような、あものにね、基本的には僕出ませんので、ほとんど詐欺だと思って差し支えないと思います。まあ大体この Facebook グループ、まあメタですね。メタって会社のグループがもうほんと広告審査がほんとメタメタで、最近マジでひどい。何十回も広告削除依頼を出してると思います。えー、Facebook の広告、そして Instagram の広告、この辺が多いですね。広告審査がザル お前ら詐欺に加担してんだからさ、責任の一端あるぞ。マジで。とにかくメタ。反省しろ。AI の技術とかやってるんだったら詐欺広告ぐらい AI で判断しろや、ここにやろう。警察とか検察もさ、こういう詐欺広告の詐欺師とか捕まえろよ。ほんとね、そういうところがね、もう全然信用ならないんだよな。僕はあの、非常に迷惑をしております。グローバルプラットフォームのね、特にメタ。こいつらのほんと広告審査のざる具合はほんとにクソクソクソなんで、なんとか。 してくださいまあ主にフェイスブックとインスタグラムなんですけれども私の写真を使った詐欺広告が、まあ、多発してる件これ以前もですねお話ししましたがいまだになくならないんですね僕に送られてもそれ知ってるんで僕に言っても僕は何もできません。 あの広告消してもらったりとかしてたんですがもうイタチごっこでメタが本気で対策する気がないのでいくらやってもこっちの手間が増えるだけで何もいいことないんですね騙されてる人はもうしょうがないですあんな広告に騙される方が悪いっても,もう割り切ってますもうしょうがないだってどう考えても詐欺じゃないですかみたいな広告が出てるのに LINE グループに登録して なんかかお金払っちゃいましたとかですね。「LINE でフォローしたんですけど本物ですか?」と「本物なわけねえだろう」うと「お前なんかに LINE のアカウントなんか教えねえよ」「頭使って考えなさい本当に」「本当に僕のことを心配してくれるんであれば警察に通報してください」「騙されて LINE グループに登録されただけでも罪に問われる可能性あります」 他人の時間を奪ってですね、情報を得たということで、犯罪になる可能性全然あるので、もうその段階でもう LINE グループに登録しちゃった、あるいは知り合いが LINE グループに登録しちゃっただけでも犯罪に問われる可能性は全然十分あるんで、お近くのですね、警察署に行って、被害届出してください。このメタ社のですね、広告審査の甘さ、この問題、私だけじゃなくて、いろんな著名人の方々が迷惑をこむっておりますので、ガンガン あの通報していただければ、もしかしたら、この詐欺グループ捕まるかもしれません。日本の警察ってなかなか動かないんで、僕は全然信用してないんですけど、動いてくれるかもしれないということで、僕は直接的に被害を受けてないので、被害届を出しても受理されないと思うんです、本当に心配してくださるんであれば、僕に DM を送るんではなく、僕にメンションするのではなく、警察に行ってください。 まあ、私の名前を語った詐欺広告が多数発生してる件についてなんですけれども、まあ、前澤優作さんもの詐欺広告会社がボロ、えー、儲けしてるらしいという話で、見、え、た、ー、者を訴えると。うまくいくようだったら僕も乗っかります。 なので、頑張ってください。元メタの社員なんかに聞いたりしたんですけれども、シンガポールで広告の審査をやってるらしく、ね、AI を使った自動システムになってるらしい。あ,あまりにもダす、ダメすぎて、多分広告の判断ができなくなってるのか、意図的に売り上げを伸ばそうと詐欺広告を伸ばしにしてるのか、どっちかわかりませんけれども、 日本の捜査当局とか消費者庁とか通報とかたくさん来てると思うんですけれども全く動こうとしないのはやはりその外資系が怖いからでしょうか今日もですね Facebook に西野明弘君がですね先広告を書いてるアカウントのフォロワーが少ない えのにですね、そんなのに騙されんななんていう風な話をかか書いておりました。私どもよく把握しております。把握していてもですね、フェイスブック、メタに何言ってもですね、何も返ってこないので、えー、諦めております。まあ、騙されるのも自己責任みたいな感じになってますけれども、 まあ、知能指数低めの方々が、なんとなくコミュニケーションしてるような感じなんだけれども、ただそういった人たちというのは先広告に騙されたりとか、統一協会の壺を買ってみたりとかですね、情報商材に引っかかってしまったりとか多分する人たちなんだと思います。騙される人たちっていうのは、えー、情弱ビジネス、まあ、つまり本当に悪意を持ってですね、そういった人たちを狙っているような人たちっていうわけです。そんな、うん。 あ,あなたたちみたいなですねそんなに大して能力がない人たちにですねそんなうまい儲け話なんかが来るわけもなく。 当たり前じゃないですかねそういったものに騙されないようにしてほしいなというふうに思います僕は来年にかけて結構大きな話題はやっぱりサイバーセキュリティだと思っていて、うんはい、結構これアライアンス組んでやらないとね同盟国とか同志国と結構きついんだけどその法律の準備ができてなそどうなんですかサイバーセキュリティとか真面目にやる気あるんですか <laughs> あるんですかってやったってありますよそうなんですかいやか僕は何も考えてないとしか思えないんですけどことの本質そのテクノ プロジーというよりは僕らは法律を作るのは仕事なので、うん、どういう法律がどんだけ足りてないか？っていうことに対する。イマジネーションはほとんどの国会議員は持ってないですよ。うん、持ってないけど。うん、でも我々はやっぱり与党っていうのはやっていかなきゃいけないので、まあ、かなりいろんな法律を作んなきゃいけないじゃないですか。多分サイバーセキュリティとはレイヤー違う問題なのかもしれないけれども、うんうん、まあ、うん、その例えばメタっていう会社があって。うんはい でこいつらが今僕とかインフルエンサーの顔を使ってめちゃくちゃ詐欺広告がものすごい量流れてるんですけど全然規制されないんですよこんなことも野放しにしてんのにサイバーセキュリティなんかできんの うあプラットフォーマーの方の規制の話だよねグローバルプラットフォーマーに対して,て例えばまあアマゾンの消費税だかなんだかの税金の問題とかにはなんか切り込んでましたけど、うん、そういったところに流れている野放しにされてる違法な広告とかグローバルプラットフォーマーに対して全然その無力じゃないですか、うん、EU 中心にガーファーの規制入れるみたいなものも進んでますけど 2>、はい、まあ、2つあると思うんですよね野放しすることによってそのプラットフォーマーの価値自体 既存して人がいなくなるっていうところとあとはやっぱりプラットフォーマーっていうのは社会インフラだから一民間企業じゃないですからちゃんと規制をはめていきましょうっていうのと、まあ、両方あってだからまあリテラシーをまあ身につけてもらうのとプラットフォーマー規制と自助努力でやらないとプラットフォーマー自体がもう衰退していく。どうですかその辺に関してその騙されやすい人っているわけじゃないですか。います。 要は僕に言わわれても困るわけですよ僕は詐欺広告のむしろ被害者なんでうん、うん、被害者なのに「何とかせいや」とか言われるわけですよ、うん、そういった人たちからね。うん、これどう考えても詐欺でしょっていうようなものをクリックして変な LINE グループに行かれてしつこくなんか投資商品売りつけられるみたいなことになってるらしいんですけどそういう人たちででも例えばですけど。うん 消消費費者者被害でですすよよよねねね、うん、投資家保保護護らないだそれはもう啓蒙でこういうのを気をつけてくださいっていうしかなくてでもそういう人たちって分かんないじゃないですか絶対儲かるなんていうのはそもそもないわけで、うん、利回りだってまあ数字を見ればねインチキがどうかなんてまあ大体数字で分かるところがあるんで、うん、これはまあ消費者保護投資家保護あとプラットフォーマーの責任、うん ってあるでしょうけどあんまり何でもかんでも規制しちゃうと、うん、今度サービスを提供する側が手足縛られるでしょそうなんですがその現実問題として知能指数が低い人たちってのはいるわけじゃないですか一定数というかかなりのでその人たちってネットの時代になって sns とかにこう出てくるわけですでその人たちがそうやってこう搾取をされているわけじゃないですか厳しすぎ る規制をしないでそれを解決する方法っていうのは考えていかないといけないのかな、うん、政治の課題だと僕は思うんですよね、うん、彼らの死活問題として明らかに人種差別みたいなのをやるともうプラトンは持たないから、うん、そこんところは結構見てるわけじゃないですか、うん、それと同じ注意力を持ってそういう詐欺的な投資のやつをやればやれないことはないと思いますよね、うん、やっぱ聞いてくんないですよねだって、うん、マイナンバーカードってアンドロイドのスマホにはもう入るようになってるんですよ、うん、だけどそうそうそう iPhone には入んないじゃないですか。Apple、まあ強いですよね。アップルとか、グーグルとか。うん、だからもう交渉においては国家よりも強いですよね。うん、一国家よりも。うんうん だからまあまあ EU と連携してとかそういう形でまあレギュレーションをはめていくとか、うん、あとはそうは言ったって主権国家なんでみんな法律作ればその国ではサービスできないので、うん、まあだいぶ進んでますよねプラットフォーマー規制って、うんうん、この先の課題だと思いますよ。メタ社ですねあの Facebook とか Instagram を中心として僕の名前を語る詐欺広告これに騙された人たちが多数発生してやっとテレビとかでも報道するようになってですねどうやらメタ社がですね私の広 国をててて排除るるっいいうよううよな暴挙に出ているということこが本当しし、もうほんとしょうがねえなと。これもう多分1年以上前から私の名前を語った詐欺広告って出てて、最初の頃はですね、僕たちは通報してたんですよね。でもいつまで経ってもいたちごっこで何もやんないんで、もういいやと思って。 メタ社とか、あの、シンガポールでなんか AI に審査されてるから、この広告は成長ですみたいなこと言ったりとかするんで、どうにもなんないですね。だから、警察に被害届出せって言ったら、最近なんかみんな出し始めてですね、蓋を開けてみたら何十億って多分騙されてるような感じがしますね。はっきり言って日本の警察の不手際ですよ。京都府警とかですね、あの、ウィーニー事件とかで金子さんとか捕まえてるくせにですね、そういう無駄なことをね、 ずっとやらずにね、ほんと、詐欺に引っかかる可哀想な人たちを、食えよって僕は思うんですけど、それを察知してテレビとかでやり始めて、やっとメタ社も動き出した。はっきり言って時すでに遅しだよ。さらに言うと、俺のオフィシャルの広告まで削除すんなよ。おめえらの AI はどうなってんだよ。ほとんど削除されてて、売り上げがなんか10分の1ぐらいになってんだよ。マジでこう勘弁してくれよ。 オリエマッジってさ何なの俺泣きっ面に蜂じゃん。なんか日本政府ってなんかアジア系の会社とかにはすごい厳しいくせになんかグローバルプラットフォームには何の手当てもできねえしこの間岸田首相ザッカーバーグに会ってたじゃんみたいな。お前俺の日本人が被害に遭ってる詐欺広告のもう死亡者みたいなもんよ。 だってあいつら分かっててやってるからね。だってメタが過去最高益を上げたのって何割が詐欺広告だよっていうぐらい詐欺広告出てたよ。これ多分日本だけじゃないと思うんですよね。世界中でこういった詐欺広告が問題になってんのに、あいつら詐欺広告が出てんの分かってんのに、AI が判定してるんで大丈夫ですとかわけわかんない言い訳をして、これもう俺詐欺の法助だと思いますよ。これをね、あの日本政府及び警察、検察、 え、放置してるっちゅうのは、本当と、よくないことだと思いますよ。そして、僕の商売にもめちゃくちゃ影響出てますよ。今すぐ、あの、私の広告は再開してほしい。あの、もちろん、申請は出してるけれども、動いてくれるかどうか分かんねえんだよ